ボルフガング・シュミットはドイツ民主共和国の陸上競技選手。1976年モントリオールオリンピックの銀メダリストである。シュミットは円盤投げの選手で1976年モントリオールオリンピックに出場し、アメリカのマック・ウィルキンズに次いで銀メダルを獲得。1978年には71メートル16の世界新記録を樹立。 同年のヨーロッパ選手権では金メダルを獲得した。シュミットは1980年モスクワオリンピックに出場したが4位となり表彰台を逃す。さらに1981年の東ドイツ選手権では2位となり、同年のローマで開催されるワールドカップ陸上への出場を逃す。このため、シュミットは東ではなく西での成功を目指そうと決意する。 シュミットはドイツ人民警察から監視され、人民警察は彼の亡命計画を暴き出した。1982年の秋、シュミットはを1年半の刑を宣告され、収監された。解放された後もシュミットは西ドイツへの出国を求め続けた。そして、ついに1987年の終わりに出国が認められ、西ドイツ代表選手として、 競技に出場できることとなった。しかし、1988年ソウルオリンピックには国籍を変更したタイミングが遅かったため、出場は叶なわなかった。西ドイツの選手となったシュミットは、ライバルであった東ドイツのユルゲン・シュルトと初対決した時、シュルトに握手を拒否されたという。4年後の1992年、シュミットはシュルトラを破り、ドイツ選手権を制す。 ドイツ統一後初めてのオリンピックとなる1992年、バルセロナオリンピックの代表を決める選考試合にも出場したが、オリンピック代表となることはなかった。シュミットは、その後アメリカのサンフランシスコに移り、株式中買業と経営コンサルタントの職に就いている。ありがとうございます。